日向みのぶ店2007年4月5日、撮影みのぶショッピングセンターコーマは、かつて山梨県みのぶ町に存在したショッピングセンターである。1988年地元の業者6社による共同出資でみのぶショッピングセンター事業共同組合を設立30億円を投じて1993年3月18日に大手の資本を受けない、 地域主体のショッピングセンターとして開店した。食品館、ハウディと医療店、富士屋エクセルを各店舗とし、館内には数々の専門店の他映画館、プール、スポーツジム、会議室などの施設が入るなど多彩な商業施設であり、他の過疎地からも視察が来るほどであった。しかし、春光当時の旧未部長域だけで約9000人、証券と指定されていた。 旧下部長、旧中富町、旧南部長、旧富沢町を含めても3万人にも満たない環境では過剰規模となり、さらに誘いを受けた県内大手スーパーの社長が、裏に山が迫っており、証券として成り立たないと進出を断念し、当時の美野部長長も近隣に大型店舗が進出した時立ち打ちできるのかと先行きを危惧していた。その不安は的中し、 証券の過疎化が進行した上、美延町にほど近い、甲府都市圏及び、富士都市圏に大手資本のショッピングセンターが開店すると、美延ショッピングセンターの経営が、たちまち悪化。入居していた専門店が、次々と撤退し、2004年4月18日には、映画館、甲馬シアターが閉館した。客を取り戻そうと改装を行い、ハウディを、 コーマ食品館に変更するなどし2004年12月16日にリフレッシュオープン2006年1月26日にケーズ電機を誘致しコマパワフル館をオープンさせたがケーズ電機はわずか8ヶ月で撤退2007年2月3日にケーズ電機が入居していたフロアにひなたみの部店が入り2階を完全閉鎖しエレベーターを使用不可にするなど経営合理化を進めていたが 町内に、郊馬とほぼ同じフロア面積の商業施設が開業するなど経営は悪化の一途をたどっていた。2008年7月27日にこれ以上経営を継続をすることが困難となり、この日をもって、ミノブショッピングセンターは全面閉鎖された。閉鎖後も閉店ではなく営業休止扱いとし、再開を模索していたが、施設は差し押さえられ、3度にわたる競売も買い手が、 つかなかった。この間山梨県では、中小企業向けに貸し出していた中、小企業高度化資金のうち108億円が、回収困難になるなど社会問題となり、そのうちみのぶショッピングセンターへは22億円を、融資し18億円が焦げついたことが発覚。地方紙の山梨日日新聞をはじめ、読売新聞や朝日新聞などといった全国紙が、 資金焦げ付き問題を指摘する中、TBS 系列の情報番組、噂の東京マガジン2012年3月11日放送分では、ミノ部ショッピングセンターの事例を中心に取り上げ、問題提起を行っている。2012年5月17日、ミノ部町は、ミノ部ショッピングセンターの場所に定住者向けの住宅造成を行うことを決め、同年5月23日に、 甲府地方裁判所へ土地及び建物の買い受けを申し出た。これにより営業休止扱いであった、みのショッピングセンターの閉店が正式決定し、その後建物は解体された。2021年現在は、みのぶ町丸辰宮の全団地として、宅地分譲が行われている。かつては飲食コーナー、グルメン邸と合わせて、フーズエクスプレスの総称があった。 2004年12月、コ馬マ食品館としてリニューアルまた、店舗とは別に2かに、祭事場、会議場、スペース、コ馬マ文化ホールがあった。コ馬マが営業していた期間の状況を記述する。ありがとうございます。